すごかったね。ピカピカでキラキラ。うん、綺麗だったね。ひなちゃんも見つかってお買い物もできてよかった。ごめんね、お姉ちゃん。ううん、私もおてて話しちゃったし。でももう勝手に走っちゃダメだよ。はい。じゃあ今度はちゃんとつないでようね。遅くなっちゃったからお母さんたち心配してるかも。うん、晩ご飯何かな。ひな、お腹すいた。シチューじゃないかな。あー、シチュー、シチュー好き。あ、でも人参はやだな。もうまた怒られるよ。だってあれ、なんだろう、なんかいい匂いする。ほんとだ、なんだろうこれ。なんかあっちから来てる。お姉ちゃん行ってみよう。ダメだよ、早く帰らなきゃ。ちょっとだけ、ちょっとだけだから。わ、引っ張らないで。お姉ちゃん、ここ、ここからいい匂いする。ひなちゃん、ダメだよ、勝手に入っちゃ。おー、お店かな。座ってる人、みんなもぐもぐしてる。あ、あの細長いの見たことある。ポテト、見て見て、お姉ちゃん、美味しそう。ひな、あれ食べたい。もう、お店でうるさくしたらダメなんだよ。それに私たち、ご飯の前だし。人参もちゃんと食べるから。でも、お願い、お姉ちゃん。ちょっとだけだからね。ありがとう、お姉ちゃん。じゃあじゃあ、ポテト買おう。あれ、でもどうやって買うんだろう。スーパーみたいにポテト置いてない。あそこでお姉さんにお願いするのかも。他の人、みんなあそこに行ってるもん。そっか、お姉ちゃんすごい。あの、お姉さん、ポテトちょうだい。早く帰らないといけないから帰り道で食べよう。うん、じゃあ持って帰ります。そうなんだ、すごい。お姉ちゃん、どれがいい？小さいのにしよう。晩ご飯食べられなくなっちゃうから。そっか、シチューも食べたいもんね。小さいのにする。はい。ね、お金はひなが持ってるからね。ひなちゃん、どうしたの？お金足りない。どうしよう、お姉ちゃん。ひなたち怒られちゃう？大丈夫、ちょっと待っててね。はい、お金、これで買えるよ。あ、お姉ちゃん、なんで？お小遣い持ってきてたの、ちょっとだけ。あ、すごいすごい、ありがとう、お姉ちゃん。ながらお話ししたらダメなんだよ。でも美味しいよ。お姉ちゃんは美味しくない？ううん、美味しいけど。ひなちゃん、ポテト買ったのお母さんたちには内緒だからね。
さんたちは席を外しているのかしら。あ、ごめんなさい、今行きます。あ、さよちゃん、ごめんね、待たせちゃった。お疲れ様です、マリナさん。私はいいのですが、お取り込み中でしたか？ううん、大丈夫だよ。ただまあ、ちょっとバタバタはしてるけどね。改装ですか？あちこちに段ボールがありますが。あれはクリスマスの飾りが入ってたやつ。片付ける時のために今のうちに準備しておこうと思って。なるほど。これからまた忙しくなるけど、それも含めてクリスマスって感じがするよ。確かにそうなのかもしれませんね。私も今年のクリスマスは何かと慌ただしかったように思います。ロゼリアのみんなと遊んだりしたのかな。はい、それもありますし、慣れないことをしたというのもありますね。いろいろなことを経て少しだけ自信を持てたので、これまでできなかったことをやってみようと思いました。そうだったんだ。どう？それはうまくいった？はい、きっと。難しいことでもありましたし、不安もなかったといえば嘘になります。ですが少しだけ手応えもあったので、結果としては悪くなかったのかと。そっか、じゃあさよちゃんにとってもいいクリスマスになったのかな。そうですね、得られたものはありました。これから自分が何をすべきなのか、どうしていきたいのか、自分の今いる場所と目的地までの距離、たどり着くための方法、それらがしっかり見えた気がします。うんうん、それならよかった。悲しいクリスマスは嫌だもんね。はい、やっぱりクリスマスは幸せになれる日ですから。